どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、美化金サイバーダークということで、まあこれからデュエリンクス始めたいという方とか、まあちょっと復帰勢の方とか、いう方、興味のある方に向けて、美化金で作れる、まあ大体1000円で作れる、サイバーダークデッキ組んできたので、組んできたというか、まあこれディスコードのメンバーが組んでくれて、まあうちのディスコードのメンバー有能なんですよね。で、組んでくれたんで、まあせっかくなんでご紹介しておこうと思います。1000円、まあ大体1000円で組みますね。で、チケットの使い道を、ご説明しておくと、SR チケットがね、全部でね、1、2、3、4、5、6、7、8枚いるんですけど、今ね、ダウンロードのお礼チケットと、3周年記念 SR チケットと、KCGT 記念 SR チケット、これいっぱいもらえるんで、8枚全然集まるんですよ、簡単に。もう初めは SR めっちゃ交換できるみたいな感じなんで、それで、まあ、とりあえずこの8枚交換していただくと。で、スキルチケットで、このすり替えっていう、このスキル、ヒースさんのね、このスキルを交換していただいて、で、ドリーム SR チケット、まあ、ここちょっと難しいけどね、1でもの結集、強いんで、非常に。まあ、ちょっと SR まだ1枚余ってるんで、1枚ちょっと、結集に交換してもらって、まあ、1枚は取っとくみたいな感じですかね。で、UR チケット、ドリームの。ドリーム UR チケットはコズミックサイクルの2枚。これ今すごいんですよ。ドリーム UR チケットと、ドリーム SR チケットが2枚ずつもらえるんですよ。3周年記念のやつと、KCGT 記念のやつで、なんとね、要は、ボックスから好きなカードを選んでゲットいきますっていうチケットが4枚ももらえるんですよ。UR と SR 含めて。めっちゃ神ゲー。だから、まあ、それで、まあ、コズミックサイクルもね、これね、他のデッキにも使い回せるし、まあ、いつもの決心も全然使えるんで、まあ、これはまあ、おすすめかなと思いますんで、まあ、コズミックサイクルも2枚、交換してもらうと。で、イタカの暴風、これはマイさんっていう、クジャクマイね、クジャクマイさんのレベルを上げてもらって、25の報酬ですね。これを、ゲットしていただくと。で、エレメンタルヒーローネオスは、結城十代さんの初期デッキと、KCGT の記念キャンペーンで1枚もらえるんで、まあ安く組めます。非常に安い、1000円で組めます。もなんとめっちゃ安くないですか。1000円ですよ、神ゲーか。で、1000円で多分デュエルキングなんて余裕でなれるんですよ。これで結構強いんで、だから始めるんだったらすげえおすすめの気になってるんで、ぜひね、対戦回し方なんかもね、つけてますんで、ご覧いただければと思います。それでは行きましょう。デュエルスタンバイ。いや、なんかそこそここれ遊ぶんにはね、だいぶいいデッキなってんじゃないかなと思いますね、このデッキね。まあストラクチャー2個向いてね、チケットうまく使えば、まあ1500円とかで組めるので、非常にいいデッキになってるんじゃないかなって思います。いや、うちのディスコードのメンバーやっぱ優秀だわ、有能メンバーが多いからね。はい、理想ムーブっちゃ理想ムーブだな、これ。これスーパー理想ムーブじゃない、これ。これは理想ムーブだろ、これ。どっちだろうね。まあ、でもレンリンか。もうデスペラードいるしな。レンリンでいいか。はい。さあ、結構理想ムーブだぞ。これは強いぞ。これは結構強い。結集本当は2枚入れとくとね、破壊されてもいけるんですけどね。まあ、大体除外されるから、コズミックサイクロンで。まあ、あんまり見えんだけど。魔導陣 OK。魔導陣は OK。ただこれもう展開しちゃえば、もうブラックマジシャンで除外できるの1体やから、たかが知れてるから、多分なんとかなると思うんだよな。まあ、先行取られてるとちょっときついかったかもしれないですけど。あ、カーテン！バカ強え。カーテンはバカ強え。まあでも、これさ、まあ、除外するとしたら、どうなんだろう。まあ、ネオスだよね、多分ね。やるとしたらネオスかな。あ、でも、あれか。エッジをやっとかんと死ぬか、あいつ。ダイレクトで。あ、そっちなんだ。なるほど。いいよ。それは全然いいや。さあ、札束がどっか行った。札束、エレメンタルヒーロー、札束ネオスがどっか行って、で、セットしていく。ターン終了していく。なるほど。ドル！コズミックサイクルの最強カード引いていく。最強カードを引いていく。最強カード引いた。これは何でもできるぞ。打つ必要ねえな。バトルフェーズでナビゲート打ったら絶望させちゃうか。さあ2連打するけど大丈夫かな。
2連打するけど大丈夫かな。さあマジシャンズナビゲートの効果を発動し、そこにチェンジ効果、ちょっと待ってやるか、絶望はなんか最後まで取っといてやろうかな。ダサしいよ、ダサしいよ。さあ何が出てくる。さあブラックマンシャンが特殊召喚され、ブラックマンシャンが特殊召喚されてデッキからレベル、6なんかいいかなっけのレベル7以下か、闇属性魔法使族モンスターが特殊召喚された。さあブラックマンシャンが特殊召喚された場合に魔導陣の効果を発動して対象に取っていくが、コズミックサイクロンでぶち壊されていく。全ての計画をコズミックサイクロンでぶち壊していく。うわー、そして戦闘攻撃を続けていくが、ここで一族の結集の効果を発動する。サイバー現状選択肢、手札よりデスペラードリボルバドラゴンを特殊召喚し、デスペラードリボルバドラゴンの効果を発動。だー強すぎる。これがギャンブラー、これがギャンブラーの実力。ギャンブラーは表しか出ない。ギャンブラーは表参加裏参のどっちかしか出ないから。さあお相手の方を養女よろしくお願いします。より3倍。あーバカ弱え、バカ弱え。これマジネオス絶対引くんだよな。ネオススターターっていうスキル僕持ってるんですよ。あのネオスを2枚以上デッキに入れると必ず1枚手札に来るっていうスキル持ってるんでめちゃくちゃ強いでしょめっちゃ強くない？めっちゃ強いんですよ。ネオスを2枚以上デッキに入れてデュエルを開始すると必ずネオスが1枚以上手札に来るっていうスキル発動してるんで俺。太鼓かな、これセットなんだろうね。まあ、ちょっととりあえずレイリュー出させて、レイリューのコズミック選択させて、コズミックそこで効果発動しよう。ブルーアイズか、なるほど、ブルーアイズ、なるほど、ね、はいはい、大きいよ。あ、やべ間違えた、ちょっとエンドやろうと思ったら忘れてた。コズミックサイクロン、はい。それ何、それは何、ちょっと遅かったですけどね。あ、銀河鉄の OK、 結果オーライで、サイバーダックカノンの効果、サイバーダークエッジ持ってきて、エッジ召喚するで、じゃあのび太さんのサイバーダークエッジを装備し、反転で先スキルか、先スキル発動をすり替えで、ネオス戻すで、なんか引く、あ強い、めっちゃ強いで、ひよくレンリン装備して、これで25が2回入れ、あ26か、26で2回殴れる。バトルフェイズ1連ダメ、はい。カノン効果、カノン効果、デスペラード送って、でデスペラードリボルバードラゴン墓地を置かれた場合の効果、テンパランス手札に加えていく。あいいね、強いね、理想ムーブ、結構理想ムーブができる。あのセットモンスターは多分殴んない方がいいんで、ただブルーアイズは反転してシンクロがあるんで、結集でやつだけ割っていきましょう。あいつだけは割っとかないといけないね。シンクロがあるから、でここでリボルバー効果でさいっ、あぶねあぶねあぶねで、ターンしろ。さあセラちゃん、白きレイリュウさては引いてんなっていうふうに俺は知ってんだぜ。そこでな、デッキから白きレイリュウを出さねえってことは、つまりな、その手が3枚のうち1枚は白きレイリュウだ。バレバレなんだよ。あと落ちてるわ、落ちてたわ、普通に墓地に落ちてました、失礼しました。なんか今ドヤ顔でなんか手札引いてんだろうみたいなこと言ってたら落ちてました。探せん、さああれは多分太鼓読みにいいと思うんだよね。だから太鼓は、まあ、ほっといても多分いけるから。あ、祭司やったわ、全然違った。祭司なんで祭司判定したんだよ。なんだ誘ってんのか、なんだ誘ってんのかこいつ。とりあえずブレイブ福沢の特殊召喚していくぜ。大丈夫か、そんな、なんでこれ攻撃表にしたの。謎プリング、バトル、ちょっとカイトロイド一応あるかもしれないんですけど、カイトロイドあるかもしれないんでこっちから行きましょうか。ぶん殴って白線通っていく。なんで攻撃表示したん、それなり怖いプリングやめろよ。大戦ありがとうございました。さあお相手の方、エスパーロバ選手よろしくお願いします。ユールスタンバイ。エスパーロバ、カップオブエース、はっ、ふざけんなよてめえ、ほんとてめえ、初手急にカップオブエース出して表出すの、これ犯罪だろ、これ犯罪だろ、これこれ初手いきなりさカップしてさ表出してくるやつマジ犯罪じゃない、これ
これ通報だろ、これ違法改造ツール使用だろ、これ完全に。ディアンケとやばそう、これやばそう、やばい匂いする、キンモキン、まだいるの、くたばれよマジで、くたばれよマジでこいつ。